手前のアンセムの位置はバレていない。から上からフォクシーラインが入ってきた。アンセムが1人、アンセム2人、アンセム飛びしてる。アンセム、アンセムだ。ワッツ、アンセム画面抜けました。うわー、まずが抑え切った。それはDメインプッシュ、ここはうちを、うわぁ、もう削られながら頭おかしいって。バーに行くという姿もありました。メインのプッシュ、タケジェイがシュラウドステップで入っていますが、うわぁ、負けちゃダメだな。ダブルピークをしたのに引ける、強すぎだろマコ。ファーストブラッドを取っているのは DRX です。インレインに対してはレイタがオーディンで抜いていきます。少しだけバズの体力が削れているものの、まだ倒されていない DRX。 何それ、人数状況は5対4です。から B 側のセット、そのリコン強っ、強レイタ、レイタを抑えました。しかしバズがアンセも倒しています。映っているところはあのリコンめっちゃ強いね。抜き切って、あのリコンの何が強いって、壊すまでのレスポンスがむちゃくちゃ早いんだよ、ね、見えないところでしたから、ね、だからあのリコンがパッとできてパッとで壊すのマジでしんどい。奥の木の部分、あれは強いわ。エントリーのフォクシーナイン選手を倒したものの、そば使いの方、フォクシーナインを倒したらリコンに移ってしまうという位置でしたからね。真似できるし、このミニマップ見ていただくと分かりやすいんですが、よくあるのがこのビーンサイトの上あたりの細い木につけるリコンボルトというのが主流ですが、手前の木につけるボートハウスの上でした。バズ選手とは違った戦い方を見せてチームを引っ張っています。3対0、調整倍のラウンドも DRX が取りました。フラクチャーからもうまさが何度も見られました。 VSK 界でフラッシュ避けまくってる、ね、複数車線通してきますよね。川のスピードもとてつもなく速いです。どんなシチュエーションでもそういうのをとっさに取ってきますからね、今回はミッドに3名、オクシーナインスタックス、ショートに先にオールドローンを流します。うわー、相場のドローン、あと打つよ。ソルダム、ソルダムが抜いた。さらには前空のシェリー、ソルダム頼む。下がりきりました。なんだ今の動き。 B サイト側入らせませんでした。これ B のエントリーもしっかりと前方が対応していますから、 B 側の挟み込み止めましたね。そうですね、 A ショートもタレットが置いてあるため進行を確認できています。怖いのはミッドの進行でしょうか。ミッドに関しては一切情報ないですから、ちょっとスポーン抜けとかいう確率もありそうですが、そうですね、そこは前方がかなり警戒していますね。考えることが多いですね。ショートではタレットが破壊されてダークカバーもかぶせられています。 それだね、そのタイミングでドライでの進行は強い。まあまあ体力ないからね。手前一人抑えた、うまい、よう逃げた。ここで引く判断ウルトがあるんだよ ね、 これ。ただスパイクを回収、フロムザシャドウズもある。いやいやいや、考えろ考えろ、それ寄る必要ない。タケタケ寄るなって、なんで寄るんだよ、こんなん A 確定だよ。これ間に合わないので取り切った。ナイス、頭きた。うわ強っ。なんとエコラウンドでのスリフティーになりました。いや今 KO ナイフぶっ刺さってたね。 KO ナイフ刺さったから素晴らしいスリフティーになりましたね。オーメンウルト使えなかった、はい、B メイン先ほどロックダウンを使ったものの、このラウンドもアルティメットがふんだんに残っている DRX。 ヌルコマンドが怖いラウンドになりますね。ゼロポイントが A メインに入ってきているので、このタケ J の位置まだ下がりにくい段階になっています。しかもこう今までとは違って中央に多くのイニシエーターのアビリティが入っている。手前の打ち合い、ファーストブラッドはソルダム、ね、テールウィンドで下がれました。この1キルは大きいですね。エントリーの起点がなくなりましたよ。A メインは確かに滝にかわしてもいいと思うけど、その先なんでだろうね。ショートは3名の DRX、 フラッシュドライブから A ショート進行です。パラノイアも合わせた進行ですが、あー惜しい。ここ打ち勝ったのはバズ、さらに後続の RB、 今回もヘブンとの挟み、ワインニルタケジェイがどこまで耐えられるか。いやこの位置はもうゼロポイントでバレてはいるので、
ええ、警戒されてるというかほぼほぼ確定されてしまっていますね。うん、なんとかメイン側にダークカバーを展開して逃げ道は作れているもののサイト中にはすでに DRX、 うん、サイト中に車線が通せない状況ですね。ええ、1人見えた。ただメインからのカバーも怖い中、ショックボルト車線組が非常に強い。もう越し抜きがありました。いいフラッシュの取り返し、ヘブン社の RB ダブルキルです。これはメインからここも RB が抑えた。3人抑えた。このラウンドクアドラキル、まだ倒れませんっていうところですかね。はい、 A メインは取れてるんですけれども、このラウンドもこうヘブンから進行していくことによって A メインはマコが抑えて他のメンバーでサイトを取る動き、柔軟性がありますね。いやですね、これはあるだけでちょっとプレッシャーになりますよね。はい、ヌルコマンドがずっと残ってるというのも嫌ですよね。来るかもしれないっていう状況で過ごさなければいけないので、警戒するっていうだけでも嫌ですね。ソルダムはこのラウンドオペレーターを出しています。ミッドの車線です。重工が見えました。ただミッドオールドの膝、いやもう、はい、隠れている。こいつらの試合うますぎる本当に。ナイス。ショートエントリー。ただ手前に隠れている。ナイス。ダブルキル。しかしショート遅れて上がってきた RB。フラグメント。死んだ。ここは確実にミッドに残っていた。いいよ。リベクを倒し切りました。これで人数差もできて、ハンターズフィーリーもこれヌルコマンドがあるんでちょっと打ちづらい RB ですね。そうですね。てか引けないですからね。アルティメットありますからね。さあこの人数有利 DFM 取れるか。ソルダム選手もブレードストームありますから。手前からの取り返し。ショートが空いたタイミングでの DRX のさ、何がやばいってさ、全員ゴッドティアなんだよな選手。マジでたまにインスタグラムの広告に出てくる200連ガチャ回すぞみたいな、なんか最強集めたみたいなチームな気するわ。会場は進んでいる。ナイス。通し切りました。素晴らしいリテイク。お、リテイク成功。ラストワンタップ。マジでそうじゃない？なんか200連ガチャで両方がもらえるみたいな、あれで出てきてる最強の5人を集めたみたいなチームだよ。前半最終ラウンド第12ラウンド、フォクシーナインはブレードストームを切っています。開始のロックダウン打ちづらい位置ですね。手前ですね。オールドロンナロスさん入っていく。手前のアンセムの位置はバレていない。ただ上からフォクシーナインが入ってきた。アンセムが1人、アンセム2人、オンセム、オンセム、オンセムだ。What？ ラストの1人の今のエース取れたら気持ちよかったろうな。このスパイクは回収しました。35秒、クリットとした取り返し、オーケー。回ってくるところはタケシ。ナイス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 だ。アンセムのこの意外な立ち位置っていうのが見事こう奇襲といいますか意表をつく立ち位置になっていましたよね。刺さりましたね。ロックダウンを持ってるアンセムとしては本来であればこう引いた立ち位置やサイト奥の立ち位置っていうのを取るはずだろうという DRX なので、サイト中のアビリティを非常に多く取っていたんですよね。お前クリスピーじゃない？クリスピー誰？クリスピーってどういうことなんですかね。クリスピーってことなんですかね。どういうことなんですかね。サクッとしているどういうことなんですかね。どういうことなんでしょうか。後半スタートです。まずはピストルラウンド。 A メインをアビリティコントロール取っていきましたね。そうですね、かなり A を警戒している DRX。 B メインのリコーに反応ありませんでしたからね。はい、 A サイト側に来ているのではないかという読みになっています。ただ B メインはバズが高いラインで警戒。ここで1人見つけます。マーケットにダークカバー。さあここから入っていくでしょう。ショックボルトかなりダメージ入ってる。ソルダムのエントリーです。痛すぎだろ。かなり削られている中、 RB のファーストブラッド、さらにはバズのナノスアームでアンセムが抜けました。うわー、バズが抑え切った。それはパーフェクトラウンド。このラウンド4キル。 D
ていうのがちょうどこの相手のラッシュに対してピンポイントに止めるような置き方になっていたんですよ。それによって分断されたところ、しかもワンショット続きでしたよ。開始のロックダウンもあるので、できれば狙いとしては B サイト、ロックダウン打たれる前にバズ選手を落としたいという狙いもありそうですね。オペレーターの銃声がミッドで聞こえました。メインショックボルト、若干ダメージを得ましたね。なんか相手のやりたいことに対しての DRX の開始が完璧すぎるな。これ削られています。なんなら DRX 一回もタイムアウト取ってないし、からミッドに合流していく、気づいてるかどうかわかんない。その姿、あんだけやばかったフラクチャーですら DRX タイムアウト実は取ってないんですよ、ね、この情報大きいですね。マーケットゆっくりと進行していきます。ただサイト中の守り DRX 固めています。メインはオールドローンでクリア。サイト中オーディンを構えているアルビ、まずはこの位置、パラノイアかかっていない、横を取った、隠れた位置、ダブルキル、全フのカバー、サイトは取りましたね。ミニークトレードです。 B メインも取れている、プラントはできそうです。スポーン側から3名での取り返し、フォクシー9はオペレーターです。ゆっくりとした取り返し、ローバー側には0ポイント、アッパーに0ポイント返ってきています。パラノイア落とした、打ち勝った、惜しい、しかしフォクシー内抜いた。いやマーク落としたら大きいですよ。惜しすぎる、まあでかいね。サイトラ、そしてバックサイト、全負耐えられるか、この位置、まあ、今抑えた、耐え切った、タケジボートハウスから抑え切りました。勝ちましたね。いやよく勝ちますね、アンセム素晴らしい、あの勝負。それでいてこのサイト内しっかりと2段が組めていましたから、タケジェの打ち合いの強さというのも最後見えましたね。泣けてくる、まだあるのコールで、まだ諦めていません。マジで泣けてくる、相手5ラウンドですよ。まずは1本取り返しました。マジで頑張ってくれ、いやマジで頑張ってくれ。ハイミットの箱の上に乗りました。D メインプッシュ、ここは近く見て、うわしてくる、もう削られながら飛び出してきました。頭おかしいって、なんであれで勝負しに行くの。ディフェンダーサイド特に何度も見れますね。予想外のピークでした。え、あそこで勝負する神経が分かんないんだけど、武器を渡しました。あれだけ削られてもう一回ピークしてくるっていうのはちょっと読みづらいですよね。削られたのはアンセムです。マーケット手前はリコンボルトでクリアしてからゆっくりと進行していきます。スポーン側からスタックスが視認しました。マーケット手前にはバズ、手前の位置が怖い。そうですね、これスタックスが確認しました。スポーン側抜けていくか、マーケットにスパイクが落ちた。いいね、武器取れるよ。フォクシー内のカバー早い、フォクシー内が合流。ただここはレイテが落とした、武器を回収、うまい、横惜しい、ソルダム、トレードは取れました。A サイト内、逆だわ、また逆応援してた。合流が難しい立ち位置、残り時間20秒ですよ。時間がないですね。頭おかしい、これは B サイト行くしかありません。もう B サイト中でワンバイワン、頭おかしくなった。勝ったのは RB、 いやジジ、タケジェ時間がない、あー間に合わないですね。残りは3秒、タイムアップです。いやー強すぎる、さすがの完成度を見せつけました。